とリアクション気にしてあったもんですね。はい、乗り食いの大工あとは乗りですね。うわ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 うこれどうかな。当たった。当たったけどな今。まだもついてきてるような感じが。当たりましたけどね。しないなぁ。1回食ってきたんだけどなぁ。さっきほど濃い反応が出ないから結構魚がいる場所決まってるのかな。近くでもありますし、でまあ海苔を食ってる魚は中層に割と浮いてる、でふわっと流れてるのを食べてるだけなんで、バイトも小さいし、ついばむようなバイトで海苔にくいっていう感じになりますね。だからパクッと加えたとして、それをこうじんわりそのまま多分反転しないんで、しっかり加えてるよっていう状態から少し刺さったよっていう状態にして、そこからグリグリグリっとしっかり刺していくというようなフッキングが必要になってくるかな、それをやらないと途中でバレるっていう感じになりやすいと。
ってなってます。今浮いた反応が出てて 15m ぐらい、この一番浮いてるやつが食いそうですけどね。まあ、過ぎちゃったかな、どうかな。あまり数いないですね。伝わってる。当たってこないんでちょっと早めにしてみましょうか。リアクション的に思わず食っちゃうっていう感じで、40.4°か。気はしました、いやいやどうしたもんかな。まあでもそういう感じなのかもしれんな。乗り食いですね。乗り食いの
体育。なんで乗り食いかわかるかというと、まあちょっと全部吐いちゃってますけど、あ、出てますね。はい。海苔を食べてますというのは、ここに海苔が出てきてますね。わかりやすい。よいしょ。まああんまり、まあね、まあ、食うがいいのかどうのか、そういうことはないと思うかな。わかんないけども、海苔食いのタイですね。ベイトがこれでイワシもいてくれたら、これでね、ベイトがイワシもいてくれると。イワシ食いのタイとノリ食いのタイの釣り分けみたいな感じで面白い感じにできると思うんですけどね。あまりかかり方がよろしくないですね。針があんまり良くないな。後ろに伸ばすのは良くないかもしれない。ノリ食いの場合ちょっと思い始めた。リア側がさ多分かかってるんですよね。これフロント側はかかってないんで、これで外れるんですよね。はい、ということで、よいしょ。はい、乗り食いの大工。ベイトは、ベイトは乗りですね。今日はノリですね。はい、もうサルティとかね、全然こうノリっぽいじゃないですか。木に食ってくれるともうちょっとフッキングもしやすいんですけどね。ちょっと平場のセッティングというか針のセッティングが良くない気がする。結構針の位置がシビアな気がしますね。段差は結構つけた方がいいけど、フロントもちょっと後ろ気味にならないとダメなんだよな。このシンカーから針までの位置っていうのは結構大事ですね。50にふわーって映ってんのはな、何なんだろうな。タイじゃないと思うんだよ。中層に漂う海苔なのかな。10.4 度。ああ、ちょっと上行きすぎちゃった。しないか。今結構ねパラパラと、やっぱこういうなんかなんだろう、バラバラにこういろんな層にいるみたいな反応が出るときはノリのときが多いですね。
よった。くっ。そう。ああダメか。あ、帰ってるね。結構下のやつが追ってきた感じだな。あー、くそー、縄はかけようがないな。ちょっとおさわり、ちょっとでも反応します。早いかも。難しいですね。巻き速度が多分相当シビアな感じがする。早ければねかけやすいんですけど、早いと追い切らない感じがするな。50になんかポロポロ出だしてからがなんか怪しいのかな。これ怪しいな。この辺当たるんじゃない？ついちゃってるね。これタイじゃないんだろうな。今のは結構いい腹筋をできたと思うんですけど、怖いな。もうね、バラすんすよね。やばい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 。いやいやいや、ちょっとサイズがいいんだけど。あ、サイズがいいから大丈夫。もうだいぶ、うわ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 、ちょっと待って、魚礁あるんでね、魚礁に持っていかれたらやばいんでね。魚礁のものを見て走るよな。賢いんか、これ。暴れてるから、それに相当魚いるんだね。上がってきたね。この魚が石釣られてね。あー、タイですね。あー、でかいなこいつ。うわ、えぐいの上がってきた。うわあ、70きたこんなのまだいるんだね。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、はい、いや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 、よいしょ。これはなかなか上がってこないわ。よいしょよいしょ。久しぶりに高松沖で70釣りましたね。70ないか、60ぐらいか。ちょっとこれ死んじゃうな。エア抜かないと。エア抜くとね、暴れるんでね、あんまりエア早めに抜くと大暴れするんで。はい、ちょっと立派なサイズが上がってきました。これでもリアなんだよね。マジか。たまたまうまくこうリアが深く刺さってるんでいいんですけど、これはねバレますね。こうバレるというか危ないかかり方をしましたね。よいしょ。どうかな、サイズだけ取りましょうかね。
70近いぐらいかな、68、9ぐらいですね。いいなぁ、マジで、うん、よいしょ。はい、でもちょっとこの大きな魚はね、持って帰ってもしょうがないのでリリースしたいと思います。最後の動画用にちょっと大きすぎるので、この人はリリースしたいと思います。よいしょ、はい、バイバイ。魚って死んじゃうんでね、なるべく早めにリリースしてあげたいとこです。そしてなんか人工試合ができる気がするな。あの海苔の収穫が始まったので、いい感じにこっちに海苔が流れてきてくれると人工的な試合が始まりそうな気がしますね。はい、ということで、食ったのは、まあ、いつも通りのセッティングですね。そんなにセッティングうんぬんじゃないようにです。で、針をね、今の魚は後ろ目につけたリアフックにかかってましたね。フロントが、だからやっぱり、あんまりこう追いかけて、普通はね、このヘッドの、まあ、このすぐ下みたいなところを食ってくる。で、フロントかかって、で前側がかかって、後ろがフォローみたいになるんですけど、こう乗り食ってるような魚はこうたぶわーっとこうね、後ろから追いかけてきて食うみたいな感じなんだと思います。なんでリアがかかるのかなという感じはしますね。はい、参ったね、これ無風無風すぎるな。潮止まるよね、もうね、もう止まる、うん、まあまだ多少 0.4 の流れとるんで、潮が緩いんで心置きなく上まで負けますね。逆に上まで巻かないと潮がないのに、下ばっかりやってると同じ魚に何度も同じ見せることになるんで、食わせられないっていう感じになるので、潮が緩いときは中層をしっかり狙うという感じでやりましょう。上の方にも反応が50の方に出始めたんで、不安か今の感じ、食いそうやったけど、200にも移り出したんで結構今魚いますね。上の方まで魚がいます。水深32m ですが、まあ、カウンター、リールのカウンターでいうともう 10m ぐらいまで巻いちゃうような、そういう釣り方ですね。あ、今のタイミングいっぱいだけど今はあんまりないな、残念。まあ、こればっかりは一番ね、魚が濃いタイミングでそこのそこを通せるかどうかって、結構この中層の釣りは運任せなところがありますね。で、潮がそんなに上がってないので、こう魚がいるいないはなんか魚が泳ぎ回ってて、たまたま船の下に入ってくるみたいな、そういうイメージですね。50の方に結構映るっていうのは広い範囲に魚がいっ
いる特中層に。でそれが、まあ、船の下に入ってくるか来ないかはちょっと分かんないみたいな。50の方に移り始めた時に、しっかりその50で映ってるレンジを通してやるような巻きをやってると、うまいことその魚が下に入ってきたら食うよねみたいな、そういう感じっぽいですね。下手くそ、バカタレイ。カウンターで18とかでしたね、今ね。20メーターぐらいのところに浮いてた魚が食いました。あーもう何やってんの今の。多分今50に移り始めたんで、その移り始めの うろうろしてる群れの先頭ぐらいをたまたまうまくタイヤが通ったんだと思いますね。面白い釣りなんだけど、切れないのはダメだな。ちょっと針変えようかな。本当にね、こう追いかけてきて食うんじゃなくて、その場でイグイするみたいな感じなんで、なかなかかけるのが難しいですよね。だからもう触ってきた時にどっかにこう軽くかかってくれるっていう状態を作らないとダメなので、やっぱ針とかその辺はしっかりしないとこんな感じで抜けちゃいますよというとこでしょうか。まあフッキングはしてるんでね、一瞬だからどっかにかかるっていう状態にはなってるんですけど、ダメか。これまでにしておきますか。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画はですね、海苔食いの鯛ということで、海苔をね食べてる鯛、まあなんか高松沖だと結構名物っぽくなってますけど、冬のですね、海苔を食べてる鯛を釣ったというような動画でした。で、まあ、海苔を食べてる鯛っていうのは結構、特徴があって、一つ目に魚体の釣り方がだいぶ違いますね。前層に移ってなんかポロポロとね点々と移るみたいな感じです。まあ、これはおそらくそうですね、同じ流れる餌でも、まあ、ベイトフィッシュ系だったりとか網だったりするとある程度、流れるレンジが決まるんだと思うんですが、海苔はねただ流れてるだけなんで、まあ、前層にふわふわと浮いてるという状況なんだと思います。だからまあタイも別に、レンジにこだわらずいろんなところにいますよというような感じなんだと思います。それと、もう一点がやっぱりフッキングの難しさというところじゃないかなと思います。まあこれは中層に浮いてる魚全般、まあ中層に浮いてるベイトを食べてる浮遊系のものをね食べてる鯛全般に言えることなんですけど、食べてね反転しないんですよね。あのボトムにいる魚ってこうエビとかそういうのを食べてても、なんかこうそこから浮き上がって食べてそこに戻るみたいな動きをするので、魚が向こうを向く瞬間があるんですね、バイトをした直後に。でそのタイミングで、フッキングをすると、作用反作用みたいな感じで、こっちが引っ張る力と魚が向こうに向かって、泳ぐ力っていうので、フッキングが決まるんですが、こういうねふわーっと浮いてるものを食べてる魚っていうのは全然こう、なんだろう、加えたまま上がってくるみたいな、反転しないんですよね。だからあの魚がねあくまでこっちを向いてる状態でフッキングを決めないといけなくて、なかなか力がかかりにくくて、針が刺さらないということが起こりやすいんじゃないかなと思います。で、結構途中でバラしちゃうよっていうことが、多くなるんじゃないかなというところですね。はい、ですので、まあ、こういう特徴を踏まえながらですね、やっていくと、まあ、なんとか魚を取れる。ただ、この今回のこの釣りもですね、朝それこそ1時間ぐらいなんですよね、取れてる魚っていうのは。その後結構走り回っていろんなとこ行ってるんですけど、結局釣れてません。なので特にね、もう朝マズメをしっかり、頑張って釣るっていうのが、最優先事項なのかもしれないなというところです。
はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録高評価いただけると大変嬉しいです。それからですね、この YouTube の方の動画の解説をしている、ブログですね、文章の方でも、ある程度まとめようかなと思っていて、そのブログもちょっと作り始めましたので、そちらの方のリンクも概要欄に貼っておきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです、ブログの方でね、ぼちぼちちょっと遊漁船とかね、お客さん案内するような、釣りもしようかなと思いますので、それはちょっと先なんですが、はい、またご案内はそちらのブログの方でしていこうかなと思いますので、ご覧いただければなというふうに思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。釣りバカさん号でした。ではではまた。